おはようございます。今日はね、僕が監修しているコンサートが10月の28日にね、杉田劇場で行われるので、そちらの稽古がですね、今戸塚の方で行われております。なので、僕ちょっと顔出しをして稽古を少しつけてこようと思います。それでは行きましょう。はい、今日はね、10月28日に企画しています僕の監修するコンサートが横浜市の杉田劇場で行われます。その稽古はですね、今戸塚のダンススタジオの方で行われるというので、ちょっと顔を出してね、あと稽古も少しつけていこうと思います。どういうショーなのか、舞台コンサートなのかっていうのは、ね、今回はね、演歌歌手とか、あとはまあ普通のポップス歌手と、僕の母が元宝塚の人なので、第2部に宝塚のショーを、歌と同時にダンスですね、ショーを行う予定になってます。僕はね、今回は出演しませんが、監修という形で携わらせていただいてます。ちっちゃなね、子供たちも、ちっちゃなっていうか中学高校生ぐらいのね、女の子たちも参加する予定なので、人生でね、とてもいい経験ができたらいいなと思います。まあ、一番ね、いいのは楽しくね、やれるのが一番いいので、何でもね、ものづくりって大切だなと思うのが、やっぱり人に言われたことをやっていく人生ではなく、まあそれもね、必要ですよ。人に言われたことをしっかりやるっていうのは、自分で判断して自分で作っていくっていう時代にこれからはなっていくと思います。で、特にね、コロナになってから、やっぱりそういうようなね、お仕事、 YouTuber とかね、もそうですけれども、そういうようなね、お仕事をする人がだんだん増えてきて、自分で判断して、自分で何かを作って挑戦、チャレンジをしていくという方向にですね、今世の中は向かっていると思うので、とてもこういうステージを作っていくというのは勉強になるし、やっぱり人生の糧にもなりますね。ここ教習所がある。よし、到着。それじゃね、ちょっと皆さんにご挨拶をして、軽くね、稽古をつけてきます。実際僕ちょっとね、次のスケジュールがあって1時間ぐらいしか入れないから、できるだけね、密に伝えてきます。それでは、はい、じゃあちょっと行ってきますね。今稽古場で稽古をしているので、その風景を撮影したのでご覧ください。
そう通り通します。あのまだお稽古できてないとかあるけどいいですか。ちょっと寒いやね、お客さんがちょっとあのねまだちゃんとやってないんですが、ちょっとそれ気にしないでごめんなさい。Thank you.
花は飛び交う。私はこの子が好き。すごくできるって言っても大好きアメリカ、素晴らしいアメリカ、自由の国アメリカ、憧れのアメリカ。Thank you.
ね、次回もう一回つなーいって伝えつなーいって残りつらいからつなーって、うん、あの声が入ってくる、その後すごい Thank you.
稽古場の方顔を出してきました。そしてねちょっとね僕の意見いろいろ稽古つけてきました。いろんなね10代の若い女の子たちがとても頑張っているので皆様ぜひ、見に来てやってください。あとですね、今回今の今日の稽古の中心はですね母が宝塚歌劇団に、いる時にですねやっていたウエストサイドストーリー、トゥナイトとかですねその曲に合わせて、若いね10代の子たちが少し踊ったりとかですねあとまあ他のプロの宝塚歌劇団卒業の方や、プロのダンサーの方が、ダンスやね歌も母とデュエットをしたりとかしておりますので、10月の28日横浜市の杉田劇場17時開演になります宝塚歌劇団の方ファンの方ですね、必見です。ぜひどしどしお越しください。それではですね僕はこれから YouTube の方アップロードしていくので皆様、YouTube 見てくださいね。それでは当日お待ちしておりますよ。さよなら。